します。よろしくお願いします。はい、木村さんの方に。神田田をアストロンで固めちゃうとかね。どうするユージャ、どうする。え、そっち。よろしくお願いします。スタート。新ドラゴンスネ総帥イベント最最終すいません。今なら最大1万ジェム正面から耳が見えない。耳全く見えないですねって問題になった。耳が見えないけどどうしたの。だからこのマス目だったね。すげえな。これがゾーマ。あ、こいつ知ってる。こいつでかいんで。とりあえずこっち来て攻撃しとくか。ここから神田田をアストロンで固めちゃうとかね。せーの。あー、いいっすね。ゾーマさんはここから最高キャノンでしょ。寝ながらの最高キャノンが言えないんですよ。それはゾーマさんらしくないな。ゾーマさんらしくないか。それはコーンフレークと違うかみたいな言い方。それはゾーマさんらしくないか。おたけさん、三村さん、発言すべて終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと特殊なね。そうね、撮影の仕方が寝た状態で、寝た状態でこう目だけ動かしてっていうマスに入るので、目をこういろんな方向に向きながらセリフを喋るんで、難しいんだよな。非常にやったことないことやってましたね。顔の固定係がいるのはちょっと面白かったですね。そうだね。絶対にこう動かしちゃいけないんだろうなっていう、ギュッてね。あれでセリフ言うのないな。そう、固定されて首やっちゃったのかなと動かしたらダメですよみたいな、ちょっとね不思議な感じがありました。あのドラゴンクエストモンスターズ、あれは俺も大谷もやってました、ね、やってました私も、うん、ゴールしましたね。そうだから、こういったキャラはそういうところで知りましたよね。うん、いっぱい。で、僕はなんか誰も情報くれなかったから黙々とやってたんですよ毎日。そ、最初に生まれた卵のキャラクターのままゴールしたんだよね。そんな人いないんだよこの配合したらこれ出るじゃんとかっていう楽しみなんだよね。うん、夢の世界みたいなとこ行って、うん、そうそう、あれではぐれメタルとか、うん、いっぱい銀のメタルがいっぱいいるんですけど、だからあいつ倒すと経験値上がる。すげえ経験値もらえる。わざとそいついっぱいいるとこ行ってね。そう、俺方向音痴だから迷子になるんですよ。で、迷子になって敵をどんどん倒してると、うん、本来のその力以上にそこなるのよ。なっちゃうね、その回のボスみたいな、うん、それを楽勝で倒せた時俺は好きなんだよ。それでいいよ。100対0で勝ったんだよ。そうそう、ゲームって大体その上手い人って防御の使い方が上手いって。上手いしね、俺らみたいな素人もバカみたいに攻撃しちゃう。そう、言っちゃうな。さっきのこれやらせてもらったんだけど、これもうぐんぐん前行って全員やられちゃったもん、俺一面で。俺多少回復っていうのをやっぱ使うんですね。一番のエースに回復、そこがやっぱり必要なんだね。あのゲームの2年目と全然違うから、ね、芸人2年目はもう全く何にも知らない。ゲームはできたって言った瞬間もう多分15年ぐらいのキャリアがありそうだよな。そうそうそう、もう完成したところがすごいですもんね違う、俺はもう全く右も左も分かんない状態でやってるから、ね、始めて2年目なんか何にも進歩してないよ。何にもレベル2だよ。レベル2ですね。あのレベル2なのに自信だけあるっていうかね、こうなんか怖いもん知らずっていうか、そういうとこあったかもしれないですね。うん、目の前にいるお客さんをあれでしょうね、嫌な気持ちにさせないってことでしょうね嫌な気持ちになった瞬間もう笑わないですもんね人ってそこはそうかな、やっぱお客さんの前で、まあ、ネタやったりっていうことは、ね、ずっとまあ3日目ぐらいにライブ終わったばっかりなんですよ。余計今そういうことが分かりますね。うん、やっぱいいなっていうのは、環境をお客さんに整えてあげないと、うん、声出して笑ってくれないんだろうなとか。そう ね今回も実感しました。それだ、こういうのは俺もそうだけど、うん、もしかして難しいんじゃねえかって手出さない場合あるやん。でもいざやってみたら、あ、意外と簡単だなとか。そうそうそう、ね、だから最初にコツをつかめば多分いけると思うから、指揮する気持ちを味わってほしいですよね本当に。手出してみてね、うん、一回確認してみるのもいいかもしれないですね、うん。